1908年当時の地図、ストラトフォード=アポン=エイボンは、イングランド中部のウォリックシャーにあるタウンかつ、行政教区。エイボン川に面している。文豪ウィリアム・シェイクスピアの故郷として、世界的に知られており、多くの観光客が訪れる。年間250万人の観光客が訪れる。観光以外には、アルミ商品、ナローボート製造、保険料。ストラトフォードは、アングロサクソンの起源を持ち、中世には商業都市だった。この都市に対する最初の認可状が下されたのは1196年であり、町の歴史は800年以上に及ぶ。ストラトフォードの名は古英語で、ストリートを意味する、STR、トンと川を渡る道を示すフォードの組み合わせに、由来する。そのストリートとは、フォッシーの道とイクニールド街道というローマ街道のことである。1769年、俳優デイビッド・ギャリックは盛大なシェイクスピア記念祭を行った。3日を超える、この記念祭では巨大なロタンダが建設され、多くの観光客が殺到した。このシェイクスピア崇拝現象は、ストラトフォードの観光業に大きく貢献した。ストラトフォードは英国第2の都市バーミンガムから22マイルの距離にあり、M40 モーターウェイの15ジャンクションから簡単にアクセスできる。ザ・7マイル12ポンドミリオン1987年6月 A422 として、ストラトフォードノーザンバイパスが開通した。ストラトフォードアポン、エイボン駅は、バーミンガムやロンドンとつながっており、メリルボーン駅から1日につき最高7本の直通列車が走っている。ストラトフォードアポン、エイボンパークウェイ駅は2013年3月19日に町の北部にオープンした。ストラトフォードアポン、エイボン&ブロードウェイ宣教会は、後のブロードウェイまでの拡張により、ストラトフォードアポンエイボンから、ハニーボーン駅間の廃線の再開通を狙った。1952年旅客列車が廃止になるまでの間、ストラトフォードアポン、エイボン&ミッドランドジャンクション線は、ブリスウスでストラトフォードとロンドン&ノースウェスタン線の本線をつないでいた。また、この町は、たくさんの自転車専用道路、エイボン川につながるストラトフォードアポンエイボン運河の終着点となっている。2006年にはパーク&ライドが開始された。ストラトフォードグリーンウェイは5マイルのフリーサイクル道であり、1960年代初頭まで鉄道網の一部であった。そして、それは現在サストランス、ナショナルサイクルネットワークの一部となっている。この街を起点として、セブンメドウスロードは最初は、グリーンウェイで利用できる自転車レンタルとカフェでウェルフォードオンアポンとロングマーストンへと川沿いに向かうコースとなっている。バーミンガム国際空港はこの町から北西へ18マイルのところにあり、定期便により多くの国の国際空港と結ばれている。ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの劇場、ロイヤル・シェイクスピア・シアターのあるウォーリックシャーのエイボン川岸に位置する。RSC は他に2つの劇場、スワンシアターとジ・アザープレイスを運営する。このほか、シェイクスピアの生家やニュープレイス、ナッシュの家をはじめとするシェイクスピアゆかりの家々が保存、公開されている。近郊の村であるショッタリーにアン・ハサウェイのコテージがある。公立図書館はアンドリュー・カーネギーの寄付により建てられた。グラマースクールズ・カレッジ。ありがとうございます。